はい、こんばんは。そして、山田さん、はじめまして。えーと、誰も名指しで言わないんで、まあ、僭越ながら自分が一言言わせていただきます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、あなたの動画拝見しました。 あの全然あの悪口でも何でも言ってくれということなので、まあ、今日は遠慮なく思っていることを言わせていただきます。と言ってもあの闇雲にあのディスるつもりもありませんし、まあ、高圧的に上から物を言うつもりもないんで、まあ、その辺はご了承ください。まあ遠慮なく単刀直入に言わせていただくんですけども、まあ、自分はあなたの動画、まあ、正直嘘だと思ってます。であなたの言い分としては、まあ、簡単にまとめると。 どんなやり方であろうとこの旭川いじめ事件を風化させないことが一番の目的なんだと、まあ、そういうふうにあのおっしゃってたんですけども、あのー、風化させないそういう思いは本当にあの素晴らしいと思うんですよ、まあ、あなただけに限らず、まあ、いろんなユーチューバーに言えることなんですけどもただあのやり方ってあると思うんですよ、まあ、ほぼほぼ毎回のように加害者と思われる方を殴ってきたとか まあ、そういうことを言ってるわけじゃないですか。で視聴者の皆さんが違和感を覚えてることっていうのは、まあ、あなたたちのようなこの件を取り上げてる YouTuber の方々に信者が多いということなんですよ。まあ、常々思うんですけどもというよりも私の持論なんですけども、まあ、この件はあの YouTuber が面白おかしく取り扱うべきことではないと思ってるんですよ。まああなただけじゃないですよあのたくさんいますよ。 でご存知のように今現在、あのー、加藤さんだったりいろんな方がもう動き始めてますで言葉が悪いですけどもこの事件に関しては「ごとき」と言わせていただくんですけども YouTuber ーーごときがネットで拾った情報をベラ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 喋ってたところで少したりとも、あのー、解決に近づくとは思えないんですよねで自分もですねあのー、この件でいろんな YouTuber ーーの方の動画を見るんですけども 真面目にあの取り組んでる方っていうのはほんの一握りで、まあ、結局あ,のあいつはどうだこいつはどうだと、まあ、潰し合いみたいなことをしてるわけですよ。であなたの動画を見て幼少期いじめに遭われてたということで、まあ、もしかしたらいじめっ子に対して憎しみを持たれてるのかもしれないんですけどもであの彼の視聴者さんに問いたいんですけども、まあ、この件が 本当だとしたら、まあ、自分はあの冒頭でも言いましたように正直嘘だと思ってますけどもそれを踏まえて彼の動画が全て真実だとしたらあなた方は加害者と思われる方を殴ってきたと、まあ、そういうふうにおっしゃっている山田ニュースさんを擁護していることになるんですよつまり武力行使ををししてているるる人間を支持していることになるんですよ。それって本当にあの本末転倒な話だと思うんですよ。 誰が加害者かもまだ100%の特定がされてない中で、まあ、加害者と思われてネットで晒されている人たちをう、まあ、嘘でもぶん殴ってきたと言ってるわけですよ大人としてしっかりとした常識と倫理観を持って考えてみてください彼を支持するのがどういうことなのかでコメント欄も拝見しましたもう絶賛の嵐ですね よくやったお前は男だでもこの動画はまあ朝日川とタグ付けもしませんしまあ広まるかどうか分かんないんですけどもあのー、いろんな YouTuber の方に言いたいんですよもう専門の方が動き始めてるんでもう私たち YouTuber がやらなくてもいいと思いませんかあのー、冷静になって本当にあのー、冷静になって考えてみてくださいよ自分の子供が 自分の親兄弟がもしそういう目に遭われてこういう YouTube という媒体を使って面白おかしく話をされてたら皆さんはどう思われますか、まあ、自分だったらあの本当にぶっ飛ばしたくなりますよ。もう何千人何万人の人たちがネットでわわわわーご情報を流しまくってたらどう思いますかと、まあ、そういう話ですよ。なんであのー これ以上話がが大きくなる前にに本当にやめたいいいと思いますよあと連日あのー、いろんな YouTuber が、まあ、動画で取り上げてますけど本当に今から言うことここ重要なんですけどもご遺族はやめてくださいとおっしゃってます。これが全てではないでしょうか。以上です。